グレゴリウス五世の母妃グレゴリウス五世は、ローマ教皇。ドイツ人初のローマ教皇と言われる。本名はブルーの一世。夫大帝の外ソ,ーソン。父は、ケルンテン皇夫一世。兄は、シュパイアー・ハク・ハインリヒ二世。弟は、ケルンテン皇・コンラート一世。シュトラスブルク大司教・ビルヘルム。老いは、ザーリアー朝初代の神聖ローマ皇帝コンラート二世。 ケルンテンココンラート2世とビウルツブルグ大司教、ブルーの2世兄弟ら。ヨハネス15世の後を継いで教皇に就任した、グレゴリウス5世は24歳であった。ローマに進軍していた、オットー3世の従軍司祭であった。彼は、オットー3世によって推薦され、教皇となる。グレゴリウス5世は、ドイツ人初のローマ教皇だと言われる。ボニファティウス2世が、 ドイツ人初の教皇とされることがあるが、ボニファティウス2世は、東豪都族であって、ゲルマン人であるが、ドイツ人ではない。政治上、グレゴリウス5世は、守備一貫して、ローマにおける皇帝の代理人として行動し、神聖ローマ帝国領内の修道院に、格別な特権を多く付与した。また、就任当初には、夫を3世の退官を行いもした。また、 体冠式の数日後には、教会会議を開いた。この教会会議にて、ユーグカペ庭によって失権していたアルヌルフを、ランス司教座へ復帰させることが決められ、ジェルベールは、ランス司教座の散奪者として非難されている。また、フランス王ロベール2世とブロワハクティボー2世の、未亡人ベルトとの結婚については、ベルトが、ロベール2世の、また重視に当たるため、ロベール2世を破門とした。 このため、ロベール2世は、自国内の司教助人権の主張を引き下げざるを得なく、なった。当時のローマは、クレッシェンティウス2世をはじめとしたローマ貴族の力が、強く、まだ16歳と弱年であった、オットー3世の意志に反旗を翻し、対立強行ヨハネス16世を選出させるほどで、あった。しかし、夫ット世は、クレッシェンティウス二世らの鎮圧に成功し、ローマに外戦。 対立教皇ヨハネス16世は逃亡し、クレッシェンティウス2世はサンタンジェロ城に立てこもった。対立教皇ヨハネス16世は皇帝軍により追舞され、鼻と耳をそがれ、舌も切り取られ、目をつぶされ、夫を3世とグレゴリウス5世の面前にて、職位執行が宣言され、そして神聖ローマ帝国領内の古田修道院に送られることとなり、 1013年までその修道院で人生を送ることとなった。サンタンジェの城は、夫を3世の兵に取り囲まれ、998年に、クレッシェンティウス2世は捕らえられて城壁に吊るされた。999年2月18日に、グレゴリウス5世は、謎の休止を遂げた。その突然の死を受けて、夫を3世は信仰深くかつての家庭教師でも、あった。 シルエステル2世を後継として選出した。ありがとうございます。